はい、こんにちは、くんです。ということで今回は建築の企画です。ちょっとね、ここの間寂しいので、ここの間流氷作っていきます。この間に流氷を作ります。じゃあ MS とりあえず作っといて、 MS 作っといて、速攻で。 MS 何もしてないし嫌です。え、じゃあ番だよ。そんなこと言ったら番だよ。じゃあ番でいいです。え、マジ？じゃあハゲネズミちょっと作っといてくんない？お前作っといて、忙しいのにできません。じゃあ番だよ。じゃあ番でいいです。じゃあ誰かいないか、建築できるやつ。じゃあビッキーちょっと作っといて。だってね。じゃあビッキー作っといて、とりあえず。流氷ですか？まあ流氷だね。あんま何もしてないし、最近。最近忙しいんですよ。いや、じゃあ作んないでたら番だよ。じゃあ、みんなで作るか！じゃあみんなで作るか！平和だった世界線。じゃあみんなで作ろうか。みんなで水をまこうね。イカオさん、みんなで作るよ。流氷。置けない。あれ？保護されてる？これもしかして。保護してる。じゃあ工場線サーバーで作る。いや、でもやっぱここで作りたくない？流氷、せっかくなら。流氷ハブ。なんだよ、それ。じゃあ流氷ハブ作る？ここね、ビッキー。工場線サーバー集合。じゃあ流氷ハブ作るか。みんなでじゃあ水から置こうね。あとさ、ビッキー、バッシーって覚えてる？覚えてます。なんかあいつ、やらかしたらしいじゃん、なんか。あいつ嫌いでしょ？あー、こんなこともありましたね。何笑っとんねん。アシーがそれ、訴求でバンしようかなって話しようと思ってて。ちょっと内容は言えないけど、訴求バン条項に該当するんだよね。くん、カウンター持ってきた。え、もしかして、あれ？アシーさん、焼肉の画像でも晒す？焼肉画像でも晒してみるか。カウンター。ちょっと困っちゃった。このツイートで、自分が悪かったって言ってる。は？え？別にどうでもよくない？その話今。え、何言ってんの？お前別にそんなどうでもよくない？はい、焼肉ね。焼肉の流出画像で許してやるよ。この話普通に出すのやめてほしいんだけど。ダメだった？マジでトラウマだから。でも、ビッキーもあったかもよ。その話本当に出さないでほしいっていうのは。ビッキーも同じ気持ちだったんじゃない？その話今するか。いや、だから訴求してる今。てか言っていい？ビッキー。え、でもアッシーが悪いよね、普通に。なんで、ビッキー、世界政府って終わって、実は。アトラス組あったじゃん。あれなんだけど、実はもう終わってて、ビッキーの死なない間にいろいろ動いてて、2年半も経ちましたもんね、わら。その話は一旦置いといて、マシーさん、まあ謝罪だな、ビッキーに。あの時はすまんかったなって。ビキエと荒らしてごめんなって。ビキエと荒らしてごめんなさいってちゃんとしないと、アシーさん。ビッキー自分が悪いってツイートしてたんだから俺は悪くないだろう。え？あ？いや、だからその話じゃない、ない？え？その話別にビキエとの話じゃないんじゃない？別に。なるほどね。アシーさん。最近まともだなって思ってたけど、やっぱりやばいな。悪いっていうのはすなわち残念ですって言っていなくなったことだと思うよ。水に流すにはやっぱ流氷が邪魔ですか？お前が謝ったら俺も謝る。は？何について謝ると？え、どういうこと？なんでビッキーがアッシーに謝んの？え、どういうこと？アッシーさん、ウマヅラハギみたいだよ、なんかやってること今。ウマヅラハギレートだよ、なんか急に謝れとかって言ってくるの。え、なんかあれみたいな感じする。なんか前さ、ツイッターでさ、自転車に乗っててベル鳴らせたら切れてるやばいおじいちゃんみたいな。お前が謝れとかって言って、いやいや、だから違うじゃないですかって言って言われる、やばい、ちょっと変な人みたいな。同じ VC で聞いてても何言ってるのかよくわからない。てか一ついい？くんさん。はい。正直、ビッキーには少し悪いと思ってる。じゃあ謝罪だね。はい、謝罪です。はい、謝ってください。はい、お願いします。はい、現地。はい、負けー。はい、お願いします。じゃあ謝罪お願いします。じゃあ VC つけるよ。そこまで言うなら、ごめん、口頭で謝りたいってことね。はい、VC つけるわ、アッシーさん。はい、VC つけたから、アッシーさん、口頭で、あの時はちょっとすいませんでしたって。アッシーさん？うろうろ動いてもことは解決しないよ、別に。アッシーさん、VC ついたよ。はい。聞こえる？あ、聞こえる、聞こえる。大丈夫だよ。お前さ、あの件だけどさ、いや、内容は言わんけどさ、お前、あれさ。ちょっと待って、アッシー、悪いと思ってる？いや、8-1。8-1って何？8、いや、ボケ10じゃないのやめてくんね、8-1って。いや、でも、それ、8-2って言うならわかるけど、残り1、どう、え、ちょっと待って、アシさん8悪いってことでし
に悪い。悪いならまずごめんなさいってしないと分かんないけど。先に謝るのこっち、こいつやん。なんだこれ、なんか、フィッキーは別にアッシーに謝ることはないよ。こいつ、だってさ、覚えてます、クンさん。建物壊されて、こいつとシェミンがなんか、壊されて悲しい、ふふふみたいな話したせいで、俺に殺害予告来たんですよ。殺害予告って何？何殺害予告って？ちょっと待って、何？それ自業自得というか、それはフィッキーが殺害予告をしろって言ったらあれだけど。あれはヘイト誘導に該当する。あ、該当するっていうこと。あ、でも、元の原因を作ったのはアッシーさんだよね、とりあえず。アッシーさんだよね。64でいいよ。64で4悪い俺ね。64で6悪いのがアッシーさんかな。お前6だからさ。なんで違う。いきなり最初にぶん殴った人がいました。で、ぶん殴ったことに対して、うわ、痛いって言って、その相手が泣いちゃいました。で、泣いちゃったからみんなから責められました。さあ、誰が一番悪いでしょうって言ったら、泣いた人じゃなくて。俺は鷹を頭に突きつけられたんですよ。なんて言った？鷹を相手につけ頭に突きつけられた。鷹って何？鷹って何？鷹。ごめん、発音が悪すぎて、なんか何言ってるか分かんない。何？チャカ、あ、チャカか、チャカ？チャカ。あ、チャカね。でも、泣いたのはビッキー、殴ったのはアッシーさん、チャカを突きつけたのはその辺のキッズってことだよね。だから、それはだからビッキー悪いじゃん。ちょ、こいつは泣いたふりをしたの。じゃあ分かった。じゃあ変えよう。じゃあ A さんが B さんを殴りました。B さんは泣いたふりをしました。で、C さんが A さんに対してチャカを突きつけて恫喝しました。じゃあ A、B、C、悪い順に並べるとどんな順番でしょう？まあ C かな、最初は。まあ、チャカを突きつけるのはまあライン越えだよね。まあ犯罪だしね。はい、次は？あ、いや、確かに64じゃねえな。55か。違う、あの質問に答えて。次は A と B どっちが悪い？55だからどっちも悪い。違う、 A と B どっちが悪いの？殴った、殴られた、どっちが悪い？でもな。でもな、じゃなくて、どっちが悪い？殴られた理由がある。いや、でもないよ。ビキュートは別に何もないよね、別に。で、シェーミンとかだって何もしてないよ。シェーミンとかうざい雰囲気あったじゃん。何うざい雰囲気だった。何うざい。あ、じゃあ分かった。じゃあ、うざい雰囲気だったら、アシさん殴っていいってことなの？じゃあアッシーさんうざい雰囲気だから、アッシーさんの顔写真出していい？アッシーさんってうざい雰囲気。いやおい、これダメでしょ。あの、その話マジで本当にあのやめてください。本当にじゃあでもアッシーさんうざい雰囲気だもん。アッシーさんが悪いよ。あ、うざい雰囲気だから。あ、そっか。ってふなっちゃうよね。はい、うん、ってことは誰が悪い？アッシーさんとビッキーどっちが悪い？ギリ俺か。ギリじゃないよね。あの、ギリじゃなくてアッシーさんの方が悪い。じゃあ悪い方が悪くない方にするのは何かな？加害者が被害者にすることは？加害者が、静かに、加害者が被害者にするのは謝罪かな？こいつに来て。じゃあ、どうでもいい。あの、俺弁護士だから今。まず謝罪をしてください。いけない。何？マジで嫌。いや、嫌だとかじゃなくて、嫌な思いをしたのは、ビッキーと荒らされたビッキーだから。じゃあ謝罪したくない？謝罪しないんだったらバンだよ。じゃあごめんなさいかな。ビッキーいる？ちゃんといる？お前いない時に謝ったら。いるって。はい。荒らしたのは悪いと思ってない。あれ荒らしたのはあれ悪くない？どうなってるから。あの、ごめん、あの、謝罪のやり方教えてやろうか。謝罪ってまずごめんなさいなんだよね。いやいや、でも荒らしたのは俺は悪くない。じゃあちょっと分かった。じゃあ話止めるから。じゃあビッキーに対してまず言うことは？ビッキーさんごめんなさいみたいな感じだよね。ごめん、はい、ごめんね。何が？いや、荒らしたのは悪くないんで、あの、俺がね、その、荒らす前にやったの。あれは悪かった。荒らしたことは？あれは悪くない。あれは悪いよ。あれも悪いでしょ。だって、ビッキー嫌だったって。ほら、何やねん。嵐はみんな悪い、嫌な気持ちになるやろ。でも嫌だったって、本人は。やっとインテさんがいい気持ちになって、ビッキーとシェイミンが悪い気持ちになったらトントンじゃん。何がトンだった今。インテさんと俺がハッピードマイナプラス1ずつ。だからプラス2。ビッキーとシェイミンがマイナス1ずつだからマイナス2で、どっちも。あ、どっち、あの、合わせたら1-0。ということで、人が人を刺したら、命が失われたマイナス1。命またはプラス1みたいなって話？だから罪じゃないってこと？ああ、そうじゃない？それって全ての加害と被害がプラマイゼロなんだよ。でもな。全てにおいていろいろ申し訳なかったですかな？の、なんか俺がその、荒らす前にしたのはマジで俺が悪かった。それはもう俺が悪かった。
それも、それはごめん、本当に。それも、それも、いやいや、それは、ごめん、本当に。で、荒らしたのは荒らしたのは、マジで許せない。許せないって、ちょっと自分でな、全然ボコボコに言われた。あれ、許せない、本当に。え、ちょっと待って、誰が誰を許してないの？アッシーさんのビッキーを許してないの？え？その時にヘイト誘導禁止でしたよね。え、いやいやいや、禁止だけど、どういうこと？俺らがボコボコに叩かれた。あ、まあそりゃそうだよね。それ叩かれるよ。まあ、ていうか、異議申し立てがあるんだったら、その時すべきだったよね、俺に。その時何も言わなかったじゃん、そもそも。それ後出しじゃんけんじゃない、それ。その時言えばいいのに。手を出されたから、ヘイト誘導につながったんだろう。荒らすのはええやろ、別に。荒らすのはいい？じゃあ、アッシーさん、今からサバイバルサーバーに行って、アッシーさんのネタ全部壊してもいい？一個もないから大丈夫。ペニガキ組のもの全部壊してもいい？なんか俺がコマンドで。オッケーっす。ペニガキいいの？もう無敵の人か。アッシーさんが一番嫌がることって何？ディーニー。焼肉かな？焼肉の話する？その話を、なんかここの動画内で長々とするのも嫌。本当に嫌。やめよう、この話。とりあえず、じゃあやめたらでもごめんなさいしよう。さっと、さっとあろう。ごめんなさいして。いろいろごめんなさい。お前はどう思ってんの？だから、あなた件について怒ってんの？その前の件について怒ってんの？お前ってね。じゃあ、ビッキーさんね。ビッキーさん。ビッキーさんどう思ってるんですか？当時は悲しかったよ。ほら、謝んないで。はい、謝ろうね。じゃあ、はい、謝りましょう。当時はよ。当時は悲しい思いをさせて申し訳ありませんじゃない？整理する。あ、じゃあ整理して、はい。もうダメだ。多分整理しても直らん。もうごちゃごちゃだ。え、違う、ごちゃごちゃじゃない。シンプル。ことはシンプル。あといいですか、ちょっと一個。いや、違う。いや、今、謝る流れだったじゃん。何あの、マイクロ雑談で、その件について話したじゃないですか、いろいろと。俺が悪いやら、悪くないやら、話したんですよ。悪いよね。あの時に、出さばってくる、あの、ゴリラビとかいうバカ。いつ何なんすか？ちょっと、ゴリラビが出てくる。どういうこと？ゴリラビ関係あるか？なんか、話ツンツン横から突っ込んでくるあのバカ。あいつマジで許せない。とりあえず謝って。一番許せない。分かった。じゃあその話謝った後にしようよ。はい。じゃあ謝ってまず。いや、でも、待ってくださいよ。話した件について謝るなら俺はサバイバルで荒らした相手にも謝んなきゃいけなくなる。誰？お前覚えてねえや。あ、ボーだ、ボー。ボー、あ、じゃあボーにも謝ってよ。あ、分かった、じゃあボーにも謝りたい。いや、ボーにも謝ってよ。いや、ほら、はい、はい、謝って、じゃあ。はい、謝って。ほら、下向いて悲しかった。謝ってほしい、謝罪してほしい、ボー。謝ってほしい、はい、謝ってほしい。はい、はい、来た、謝ってほしいって。あいつ？ボー君、アッシーさんのことガチで怖がってた。あー。コタロー帝国をめちゃくちゃにされた。はい、マチャカリも謝ってほしいって、はい。はい、オタロ帝国を荒らされる前提になりだったら、俺もラストで爆薬拠点に投げ込まれて悲しかった。はい、はい、はい、メルムさん来ました。はい、はい、全員に謝って、ちゃんと。名前一人ずつ言って、申し訳ございませんでしたって。いや、ヒノムはごめん。確かあれ、老害だったから、あれはごめん。あれはじゃなくて、あ、俺もな、はい、敵横も壊されたって言ってる。メルムさんごめん。謝ったら出てて、はい。はい、謝ったら出てくる。はい、はい、そのルール。はい、出来横さんも。出来横何？出来横何？え、なんか壊されたらしい。何？え、無敵証拠なし。無敵証拠なし。無敵証拠なし。壊されたって。はい、じゃあ、マチャカリ。昔、コタロー帝国壊したのごめんねって。ごめんなった、OK。はい。何？ごめんなった。じゃあ、動画になったら何してもいいってこと？動画になったらじゃあ、焼肉の話していい？いや、じゃなくて。その話やめてよ。泣いてさ、なんかあれすんのやめね。泣いてなんかやるのダメなんでしょ。俺ヘイトユール誰にもしてないんで。はい、じゃあみんなに謝って、ほら、下沢と。いや、お前はさ、お前、あの。いい、もうとりあえず、海にゃとかいいから、とりあえず、ボーに謝って、はい、早く。マチャカリの方が謝るな。だから、ボーに謝、マチャカリの方がいいなとかじゃなくて、ボーにちゃんと謝って、はい。謝って。腹立つんだよな、この顔。は？は？え、なんつった？え、じゃあ、アシさんの顔も腹立つか見るか、ずっと今から。おい、やめよ、悪かった。俺が悪かった、ごめん。坊さん、ごめんなさい、俺が悪かった。はい、じゃあ、はい、出るんで。はい、じゃあ、はい、まちゃかりにもごめんねって。まちゃかりにごめんねって言わないと。まちゃかり最近来れてないのもそれって言ってたよ。っていうか、アシさんに荒らされて、それに嫌になったんだって、まちゃかりが。言ってたよ。言えなかったけど、アシさんに、コウタロウ帝国を2期の頃荒らされて、それで最近来れなくなったらしい。それ大学で対ギリギリとかだろ。いや、ちょ、そんな話してねえよ。俺に泣きながら話してくれてよ。あの2期の頃辛かったですって、アッシーさんに。謝らないと。
謝らないだろ、もう見ててもパツマンだよ。まあまあ、まちゃかり、まちゃかりか。いや、カーじゃなくて。まあ、ごめん、ごめんね。はい、ごめんね、はい、謝った。はい、じゃあ最後、はい、ビッキー行こうか。はい、ビッキーで謝ってください。はい、どうぞ。ゴリラビ来い。ゴリラビいない。はい、はい、早く。はい、メインディッシュだよ。終わらせよ。はい、なんか言うことある？コメント欄でも叩かれてるよ。アッシーさん、こんな人なんだ、失望しました。アッシーに殺害予告送ろうと思いますって言ってる人もいる、コメント欄で。そいつが悪いだろ。はい、謝らないと。ハム、謝らないのはかっこいいと思ってたら、謝った方がいいよ。黙れよ、ガキ、お前、おい。あ、いいから、いいから、もう、はい、終わらせなきゃ、アーシーさん。じゃあ、そのさ、荒らされた件じゃなくて、その前の件についてはどう思ってんの、お前は。いや、だから、やだって、もうその前の件はもういいじゃん、もう終わったから。今、荒らされた件の話してる。なんで、荒らしの謝らなあかんねん。はい、謝って。はい、早く。謝って。ごめんね。行って。手書きいる？手書きいる？はいはいはい。謝ったお前の負け、はい、足お疲れな。はい、謝ったお前の負け。お疲れだ。学校行け。しんとしといた。ビッキーさん最近忙しいから、まあ、そんなたくさん来れないらしいけど、まあ、まあまた遊びに来てください。マッシーさんごめんねしたということで、流氷も作れたし。おい。何？まだなんか謝りたいってこと？なんで大して参加しないなカスに謝らせたんだ？どういうこと？え、そこ？いや、あのね、アッシーさんって陰キャ転生をいさめる枠みたいな感じになってたじゃん。やっぱそんなことないんだって。やっぱおかしいんだよ。異常性分かったっしょ、これで。まあ、陰キャ転生もやばいけど、で、こいつもやっぱりやばいの。もう書いてるよ、これ。2019年1月に書いてるけど、グミニャ君が俺に最初に送ってきた DM。証拠確保、追放希望。何度注意しても改善が見込めません。この希望が通ることを願っています。こういう雰囲気が出てくると人一人のプレイが阻害され、周りからは不快と思っている方もいるのではないでしょうか。このキルに使われた弾丸は、周りの方が集めた貴重な資材です。このようなことに使われるのはおかしいと思います。アトラスっていう、まあ、参加型のマイクラの前のゲームで、ノロノロとか、陰キャがやってたやつ。で、俺にね、送ってきたのよ。こうやって。アッシーさんはひどいって言って。でも、その当時のアッシーはね、これ見てこれ。お騒がせすいません。アッシーさんの追放を希望しましたが、アッシーさんからの謝罪を受け取りましたと。ね。謝罪してるちゃんと。しっかり謝ってるから、まあ許されてるけど、今回もしっかり謝れたかな。いつから謝罪ができなくなったのかな。悪いところは悪いけど、悪くないとか悪くない。ああ、そうだね。その通り。アッシーさんは全部悪いところだったから全部悪いんだね。だから、64?28 ぐらい81ってのすげえ好きなんだけど。81でアッシーが悪い。8対1対1。多分裏ではまともにやけど、動画の子もことを思って演じてるにゃ。81でやるの正しいわ。うん。なにどうしたどうした、こいつ3が出会った時、こいつとか言うの失礼だよ。謝るべき人にまず。ビッキーさんって言わないと。6月21日はアッシーさんの謝罪記念日にしよう。81宣言。もういいよ、アシーさん。別にもう気にしてないし、もう。どうでもいいよ、アシーさん。もう。アシーさんが悪かったねって謝罪できたことが、なんかもう、それでもうおしまいだから、この話は。流氷もできたしね。おかげさまで。流氷できてよかったね。タイタニック沈んでるよ。なんでお前謝って、ググ、ニンテンドー。楽しそうだね、アシーさんなんか。アシーアホ、ごめん。やっぱ俺が悪かった。よし。NG だね。まあ、ミッキーさんは、まあ、また適当に遊ぼうね。はい。アッシーさんからの話は終わりということで。結局この流氷どうすんの？まあこれはまあここに展示しとくみたい。流氷ハブにするそれか。ここハブ様にする？流氷ハブ。めっちゃ使いにくそう。使いにくそう。流氷ハブ。エレバス号とテラー号を作るか、ドレッドハンガー的な感じで。なんかアッシーさんのさ、謝罪をさ、ちゃんとなんか覚えときたいよね。この流氷で。それも悪くない？その思いも込めたくないのか。アッシーさんの謝罪の記憶になるじゃん、これで。この流氷を見たら。81ビームのせいでみんな覚えてる。ああ降りてないと。なるほどね。動画のコメントの皆さん、これです。これがアッシーです。これ81で悪い。完全に焼肉、これは。アメテアシさん、2019年1月から何も変わってないね。